何日か経ってしまいましたが、ウォリアーズ戦でのドゥエン・ウェイドのブザービーター、やばかったですね。ブレードウェイドやったらあと4年ぐらいできるんちゃうかって思ってしまいます。どうでもいいですけど、あのブレードキッツキッツやな。レブロンがようジャージをこうやってできつそうにしてるけど、それをウェイドの頭でやりたいぐらいきつそうですね。嫌いじゃないけど。ほんで試合後のインタビューで感情的になりながら、コービーにありがとう、マンバメンタリティっていうのはこういうことやったんやなって言った時も鳥肌が立ちました。10年ぐらい前の試合でコービーに同じように、あのありえないまっすぐの角度から3のバンクショット、ブザービーターを決められたんで、ちょっとしたデジャブやったんでしょうね、ウェイドにとっては。レブロンとウェイドの動画は前にもう作りましたが、せっかくなんで今日はドゥエン・ウェイドだけにフォーカスして語りたいと思います。リクト AF。 こんにちは、リクトです。ドゥエン・ウェイドといえばこの時代の NBA ではトップ10に入るようなスーパースター、そしてマイアミヒートのフランチャイズでは歴代ナンバーワンの選手です。でも2003年のドラフトを思い出してみると、レブロン、カーメロ、謎のヨーロピアン、ウェイドはそこまで注目されてませんでした。 NCAA トーナメントでめっちゃアスレチックなガードとしてブレイクし、マーケット大学をファイナル4に導いたものの、 NBA では通用するのかねっていう疑問がありましたよね。シューティングガードにしては小柄でもナチュラルなポイントガードじゃない、そしてシュートが下手。今になって考えるとマイアミが5位で指名したのも当たり前の判断に見えますが、実は当時はウェイドはシカゴ出身ですし、ブルーズとのワークアウトで一番調子良かったですし、7位のブルースにピックされるって思われてたんです。逆にヒートとのワークアウトではウェイド自身が、あーヒートには指名されへんなって思うぐらいシュートを外しまくって、しかもヒートの監督やけどフロント的な仕事もしてたパット・ライリーはセンターかポイントガードを欲しがってたんです。最初の頃は TJ フォードやカーク・ハインリッチをもっと狙ってたし、ライリーはドラフトの当日新人たちとワークアウトしてた NBA のトレーナーティム・グローバーに、クリス・ケイマンとドゥエン・ウェイドどっちを取るべきやと思うって電話するぐらい迷ってたんです。グローバーはその時に84年のドラフトのことをふっと思い出し、ウェイドと答えたらしいです。グローバーだけではなくチームのスタッフの意見も受け入れ、ライリーとヒートはウェイドを指名することにしました。この判断が間違ってなかったっていうことはシーズンが始まってすぐに明らかになり、プレーオフではなんと1試合目にウェイドは当時リーグで屈指のポイントガードやったバロン・デイビスをクロスアップし、ゲームイニングフローターを決めました。新人の時からこういうプレーをしてたウェイドはクラッチ、勝負強い選手というふうに見られるようになったんです。15年経った今でもこれは変わってませんね。それでもレブロンやカーメロに比べたらワンランク下と言われてたウェイドのイメージがほんまにグンと上がったのは2006年のプレーオフです。この時のチームはこういう感じでしたが、シャックはまだ上手かったけど、マジックやレイカーズ時代のシャックではもうなかったし、ウォーカーもペイトンもホワイトチョコレートもモーニングも同じく全盛期は完全に過ぎてたので、プロ3年目のウェイドがファーストオプションやったんです。かなり省略しますが、カンファレンスファイナルズでは2004年には優勝、2005年には準優勝した層の厚いデトロイトピストンズを倒しました。プレーオフバスケっていうね、エキサイティングなシリーズでしたよね。この時です、有名な物理的に意味不明なノールック&ワンを決めたのは。ファイナルに進み、最初の2試合はウェイドがインフルにかかってて調子悪かったので、ヒートは両試合ともマブズに負けてしまいました。そしてゲーム3もフォースコータで13点差で負けてたんですけど、スイッチが急に入ったウェイドは最後の6分間で12点も決め、ヒートを勝利に導きました。ヒートは結局最初の2試合を落としてから4連勝し、フランチャイズ初の優勝を成し遂げたんです。ウェイドは最後の4試合の間 39.3 得点アベレージし、史上最強に近いファイナルパフォーマンスって言われるぐらい大活躍しました。そしてもちろんファイナル MVP も受賞したんですけど、考えてみてください。しつこいようですけど、これウェイドの3年目ですからね。今年のプレーオフで、出れたの話ですけど、ブランドン・イングラムやジェイレン・ブラウンやジャマール・マレーがファイナルに行ってこういうパフォーマンスをするのと感覚的には同じです。想像しにくいですね。やっぱレジェンドになる選手は格が違いますよ。このファイナルは実は審判がわざとヒートに勝たせたっていう噂もありますが、確かにウェイドのフリースローアテンプト数は半端ないです。でもスタッツを見るだけではなく、シリーズを最初から最後まで見てください。ウェイドは
この時にはすでにスーパースターのレベルでプレーしてたし、なんやかんや言うてヒートの方がチームとしては強かったシリーズでした。ちなみに僕はメルアドとかエイムのスクリーンネームで覚えてますからがエンコーブレイカーウェイでやったぐらい大のウェイドファンでありながらマブズが勝つと予想してました。2009年のレギュラーシーズンは MVP を受賞してもおかしくないぐらい化け物シーズン、 MVP レースでは3位という結果でしたが、全体的に見ると優勝した2006年から次の4年間はチームメイトが弱かったり、ウェイド自身が怪我で試合欠場になったりして、なかなか思い通りにはいかなかったんですね。でウェイドはこの頃にはもうトップ級の選手っていうイメージがちゃんとついてたんですけど、一つ大きな欠点があったんです。まあさっきも言いましたが怪我です。やっぱりほんまにトップのトップの選手っていうのは怪我もしないからすごいって言われるじゃないですか。ジョーダンにしろレブロンにしろ、まあコービーかて最後の何シーズンかまでは健康でしたよね。結構ウェイドはドライブしてファールされて床にぶっ倒れて、で怪我をしやすいがむしゃらなスタイルやったから、コンバースがウェイドを使ってファール7 times stand up 8っていうコマーシャルを作ったぐらいですからね。だからキャリアも短めで終わってしまうんちゃうかっていう批判もあったんです。批判というか心配、マグレディとかグラントヒル、ペニーハードウェイみたいに上手いけどいつか大怪我して急にガタッと落ちるタイプなんじゃないかという思惑がありました。でもウェイドは非常に頭がいい選手なんで、これやとあかん、続かんと思い、少しずつプレースタイルを変え始めたんです。若い頃はフラッシュって呼ばれるぐらいやったので、スピード、そしてアスレチズム、ジャンプ力とかにかなり頼ってましたが、2010年代のウェイドのプレーを見るといい意味でオールドマンゲームになってますよね。ユーロステップ、ポストアップ、バンクショット、フリップショット、パンプフェイク、ミッドレンジゲーム、フットワークを重視した年をとっても通用するスタイルに変わったんです。だから16年目の今でも活躍できてるんです。あのままスピードと瞬発力に頼ってたら12、3年で限界やったと個人的には思います。はい、で2010年に戻るんですけど、もちろんこのオフシーズンウェイドに戻ってきてもらうためにマイアミ・デイド・カウンティーは公式にマイアミ・ウェイド・カウンティーに名前を1週間だけ変えました。地区の名前を変えてまうってどんだけ強いねんってなりますが、それだけウェイドはマイアミにとって必要なヒーローやったし、今でも彼の存在感のデカさは変わってません。ウェイドはレブロンやボッシュとチームアップし、最初のシーズンはウェイドがファーストオプションとしてチームが成り立ってましたが、ファイナルであまりにもレブロンのプレーがひどかったせいでヒートはマブズに負けてしまいました。これがウェイドのすごいところやなと思うんですけど、全盛期中でまだまだファーストオプションとしてできるウェイドはチームのため、そして親友のレブロンのことも思って、来年からはお前がファーストオプションやってその座を譲ったんです。ここまでアンセルフィッシュなスーパースターはなかなかいないですよ。カリーぐらいかな、あとはダンカンとか。その言葉で自信を取り戻したレブロンは化け物に変身し、ヒートは2012年と13年に2連覇を達成しました。そこから決勝にはもう一度進出し、2014年のオフシーズンにレブロンがクリーブランドに戻ってからもウェイドは2年間ヒートに残り、その後はシカゴ、クリーブランドで元のマイアミにトレードされ今に至るというところです。改めてウェイドの凄さといえばたくさんありますけど、個人的に一番すごいなって思うのは、まずはプレースタイルをあれだ、Oh shit. 演技悪いな。まだ消えんといてくれウェイド。せめてレギュラーシーズンの最後まではね。まずはプレースタイルをあれだけアジャストしてもスターで入れたこと。全盛期中のドウェイン・ウェイドトップ10ダンクスとかトップ10クロスオーバーズっていう動画やばかったじゃないですか。 YouTube っていうサイトがあるんですけど、それ発見した時見まくってました。それをオールドマンゲームにうまく変えることができて、ジノビリのユーロステップとかペイトンのポストプレーとかジョーダンやコービーのフットワーク全部ね合体されたスタイルになったのは普通はできないことです。そしてレブロンとプレーしてからは特にオフボール、ボールを持ってない時の動きがエリートになったおかげでヒートはディフェンドしにくいチームになりました。他にすごいなーって感心してまうことといえば闘争心、マンバメンタリティね。コービー本人にリスペクトされるだけあって、ウェイドは誰にも引き下がらなかったですよね。ルーキーシーズンから勝負強い選手っていうのは大体そうですけど、やっぱプレーオフとかファイナルというでかいステージでパフォームできるのはそれだけ闘争心が強かったからです。そして最後はアンセルフィッシュさ。全盛期中にレブロンにナンバーワンオプションのポジションを譲ったこと、あとはフロントが強いチームを作れるためにお金を何度も犠牲にしたこと、ウェイドはあれだけのスーパースターやのに一度もチームで一番
高い契約の選手になったことがないんです。レブロンとかボッシュがおったし、その前はジジイになって、まあ、ジジイは言い過ぎか、中年のおっさんになってたショーン・マリオンとかジャーメン・オニールがおったから。普通のスーパースターやったら、こんなことプライドが許しませんよ。最近かってまだまだスタメンでできますけど、若い奴らに譲ってますからね。悪口ではないですけど、アイバーソンとかそういうことができなかったから、最後は残念な引退の仕方になってしまったじゃないですか。アンチではないですからね。僕の好きな選手、歴代トップ3に入ってますからね、アイバーソンは。ちなみに他の二人は、ナンバーワンはアラン・ヒューストンで、で、もう一人はもちろんウェイドです。ジョーは比較的新しい選手なんで、まだ歴代トップ3には入ってません。ウェイドは今シーズンが始まる前に、これが最後のシーズンや。One last dance やっていうことを NBA 界に知らせました。怪我がもっと少なかったらなぁと本人は言うてますが、ドラフトされた時シューティングガードにしては小柄でシュートが下手って言われてた選手が、ここまで NBA にインパクトを与えるレジェンドになったのはほんまにすごいことやと思います。身長193センチ、普通のシューティングガードに比べたら少し低めでしたが、普通以上の腕の長さとアスレチズムで、彼は2メートル以上の選手かって思ってしまうぐらい豪快なプレーを16年間見せてくれました。今の NBA には何でもできるでかいガードが結構いますが、10年ちょっと前まではウェイドみたいに点取れる、リバウンド、パス、ドリブルできる、パワフルなダンクかませる、ディフェンスもできる、特にブロックもできるって全部揃ってるガードはほとんどいませんでした。彼はジョーダンとコービーがナンバーワンとナンバーツーやとして、もしかしたら NBA ロゴのジェリー・ウェストの次かもしれませんが、誰に聞いても歴代トップ3か4のシューティングガードです。そんな偉大な選手が今年で終わりっていうのは寂しいし、こんだけまだ活躍できるんやったらもう少しやればええやんと思ってしまいますが、かっこよくキラキラと輝きながら引退するっていうのもウェイドらしくていいのかもしれませんね。皆さんはドゥエイン・ウェイドのキャリアについてどう思いますか？コメント欄に書き込んでください。これからもバスケ NBA の面白さをみんなで広げていきましょう。デハデハ、平和。